おはようございます。おはようございます。寒い。おはようございます。おはよう。ハートありがとうございます。ああ寒い。おはようございます。おはよう。夢見ませんでした。夢見ませんでした。見なかった。おはよう。おはようございます。眠い。朝から可愛い。ありがとう。ありがとうございます。眠たすぎて布団から出れない。わかる。本当布団から出たくない。もうさ、本当にこの時期の朝大嫌い。この時期の朝が嫌いすぎてもう無理。大鳥居は心霊スポットって本当？本当じゃないです。なんかなんでなんだろう、なんでそこが心霊スポットになってるんだろう。なんかこの前もね、本当じゃないですね。鳥居は心霊スポットじゃないです。違うところにはあるけど心霊スポット、そこはね心霊スポットじゃないですね。めちゃくちゃ人通り多いし心霊スポットにはならないと思います。うん、むしろパワースポット。なんでなんだろう、なんでそこが心霊スポットになっちゃってるんだろう。めっちゃパワースポットですよ、そこは。そういう噂があるのかな、最近。あそこは全然もうめちゃくちゃパワースポットです。他のところにある、あるよ。弥彦村にね心霊スポットありますよ。うん、
仕事行ってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい、頑張ってください。おはようございます。おはよう。仕事行きますね。いってらっしゃい、ありがとうございます。朝から夜の神社はちょっと怖い。まあ確かに夜の神社はね、夜の神社はあの暗いですからね。でもめっちゃ好きです。ひなは夜暗い時に行く神社のあの川があって、奥に赤い橋があるところあるじゃないですか。こんにゃくのお店側から入った時の神社、こんにゃくのお店側から入った時の神社のあの川があって奥に橋があるところ、あそこめっちゃ幻想的で好きです。光で照らされてるじゃないですか。素敵じゃないですか。ね。この間夢夜な日のと行ったんですよ。夢とゆなこと日のが来てくれて案内したんですけど、弥彦村を夜に神社行ったんですよ。もう暗くなっちゃったから神社に行ったんですけど、もう日野がなんかもう夢の国だみたいなことずっと言ってるんですね。夢の国みたいだみたいなことを、私は今日夢の国に来た気分でいるみたいなことをずっと日野が言ってて、なんか嬉しかったです。そう、なんか弥彦公園ももうなんか夢の国に思えたみたいで、夢の国の中に思えたみたいです。すごくテンション上がってくれてました。そう、めっちゃいい感想、それな、めっちゃいい感想ですよね。もうめっちゃ褒め言葉ですよね、夢の国って。そう、おはようございます。あ、お疲れ様です。ありがとう、見に来てくれて。弥彦は怖い系平気なんだっけ。平気というか大好き、あの得意ではないけど大好き。なんていうの、めっちゃ怖がりだけど大好きっていう感じ。ひなたちゃん、おはよう、おはよう、おはようございます。ありがとう。
カッポーさんの怖いやつどうなったんだろう。まあわかんないけど、あれねすごいね、面白そう。そう、まあできるかできないかは別として、そうめっちゃやりたくて行きたくて、ひなから帰りを誘ったんですよ。なんか NGT って結構 NGT の研究生って結構みんな怖がりで、最初ちっちゃいもんクラブでやれたらいいなと思ったんだけど、ちっちゃいもんクラブみんな怖がりで、なんかお祭りに行った時にあのお化け屋敷があったんだけど、ひながめっちゃ乗り気で、いや行きたい行きたいって言っても誰一人も行きたがらなくて、あ無理だなって思ったから、やっぱ NGT の中で怖いのと得意な人といえばカイリしかいないなと思って、そう NGT の研究生でね、怖いの好きな人カイリしかいないなと思ってカイリ誘ったんですよ。そうできるかできないかは別として立候補だけさせてもらいました立候補だけしました。カイリは得意なの、得意かは分からないけど好きですね。うん、そうゾンビ映画とかも見てるから、なんかちっちゃいもんクラブは多分ほんとゾンビ映画とかも見ないし、多分あんまり怖いの興味ある人いないんですよ、ちっちゃいもんの中で。そうもうはるかとかはもう見れもしないから、ちょっとでもグロいシーンとかあったらもう見れないから、そういう部分を、だからあちっちゃいもんは無理だなって思って、そうなんですよ。かえりちゃん車の中でもバイオの映画見てた。あめっちゃひなと気合うわ、それも。ひなが好きな怖い映画絶対かえり好きだもんそうだからもう NGT 研究生の怖いの得意な人といえばかえりしかいないと思ったんです。みんな怖がりだからさ、結構他のみんながどうかわかんないけど、とにかくちっちゃいもんクラブは無理だなってひなは判断したんですよ、あの怖さは。だって見ました、あのひなさ見たんですよ、いろいろ映像をね、なんか YouTuber さんがやってるやつとか、もうめっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。なんか一軒家を使ってやってるみたいで、一軒家を使ってやってて、その一軒家の中にはあのなんていうの、一軒家の中にあの数々のね、そうなんていうの、一軒家の中に捕まえる人がいるんですよ。ただのお化け屋敷ってあのただ単に進めばいつかゴールだけだけど、そういうやつじゃなくて捕まるんですよ、一軒家の中で。そのなんだっけ、凶悪犯みたいな人が家の中にいるんです、一人家の中に一人いて、でその私たちがそのもうあの何、その家から出るために謎を解かなきゃいけないわけですよ。だから鍵とかとにかく家中を見回ってあの鍵を見つけたりとかしなきゃいけないっていう、もう本当に頭も使わなきゃいけない系の怖いやつなんですけど、そうただ単にドアを見つけたらそこから出れるとかじゃなくて、鍵を見つけてそこを開けて、そこを開けてまたどっかを開けて、そこにやっとドアの鍵があるみたいな、もう何回もいろいろやんなきゃっていけない。そうそれでその家の中にいる凶悪犯に見つかったら捕まるんです。捕まってもう動画見たらめっちゃ怒鳴られてた、めっちゃ怒鳴られてました。なんかそうでなんかのレポート見たら、なんかその凶悪犯に捕まった時にどんな料理をされたいか聞かれるみたいな言ってました。自分がどう食べられたいかを聞かれるって聞く、あの書いてあった。自分がその凶悪犯に食べ物にされるから、凶悪犯はねそう包丁とか持ってるらしくて、
どういう料理にされたいかを凶悪犯に聞かれるって言ってました。めっちゃ怖くない？これ絶対ひなさん、もしさやりたいとは思うけど、もし実際になったらもう泣くかもしれない。泣くかもしれん。もうさ、でもさ、帰り怖いの好きだけど絶対さ声出すよね。なんか音とかでやっぱ物音とかなんか物がちょっと移動してるかだけで凶悪犯にバレるんですって。だから部屋中こう隠れるんだけど、隠れてもなんか物音とかでバレるみたいな、凶悪犯にね。怖くない？しかもめっちゃ部屋の中薄暗くて、そう、とにかく家の中に凶悪犯がいるので、見つかったら食べ物にされるので、もあの仲間が助ければもう一回ね、仲間が助ければ助かりはするんだけど、でも時間制限時間内にその鍵とかを見つけ出さなきゃいけないっていう。マジで怖い、マジで怖い。ハートありがとうございます。武器ないよ、もちろんない。でも全然何もなしで、とにかく部屋中探し回って鍵を見つけるっていう。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。めっちゃ怖そうだった。めっちゃ怖そうでした。なんかさ、たださ、怖い家の中でさ謎を解いてさ鍵を開けるとかじゃなくてさ、凶悪犯がいるってことですよ。凶悪犯がいて捕まったら食べ物にされる。めっちゃ怖い、めっちゃ怖かった。映像見たら。音符ありがとうございます。そう、なんか研究生結構あんま怖いの好きな人いないんですよね。めっちゃ怖いの好きだからさ、本当に大好きすぎてさ、もうでもちっちゃいもんもみんな怖いのあんまね、あんま。そうなんですよね。だからこれはやっぱ帰りかなと思って、帰りしかいないなと思って。おはようございます。ヤヒーほど好きな人はなかなかいないと思う。本当好きだけど、でもね怖いんですよね。なんかさ、得意な人いるじゃないですか。私は怖いの好きだけど得意ではないんですよ。得意な人って本当に怖がらないよね。なんか全然さ怖がりませんよね。なんか得意な人って何なんだろうね。一回お化けになったことあるのかな。なんかさ本当に怖がらない人いるよね多分さ。でもそ、何なんだろう。見た後、ひなが怖いの見た後迷惑、赤ちゃんになるからだって。ウケる。ママから迷惑って言われちゃった。な、怖いの見た後本当に、そう、今ママが言った通りもう赤ちゃんみたいになっちゃうんです。もう一人で何にもできなくなる、怖すぎて。本当に見た後はもうママにくっついてくっついて、もう離れられない。怖くてもう離れられない。ちょっとでもママが見れ、ママが視界からなくなる、いなくなるともうダメ、もう無理、もうダーって走ってママのとこまで行かないと。
しかしてママが一番得意なんだ。あ、でも全然ママはね得意だと思います。得意というか、なんかさ霊感とかがある人はさもうさなんか慣れすぎてるんじゃないですか。知らないけど、ひなは霊感ないから見たことないからなんかわからないけど、その気持ちが。でもなんかやっぱさ霊感のある人ってもうそれが普通なんじゃないですか。もう当たり前なんじゃないですか、もう見てるから。わかんないけど。あ、違うって。実際体験してるからなおさら怖いって。だから得意ではないって。パパが、ね、パパだわ。じゃあパパが全然怖がらない。じゃあママは内心怖い。でもあれだよね、なんかさ怖い番組ってさ、まあね、全部本当かっていう、全部本当ではないじゃん。全部本当ではないからそれは見ても怖くないのかもね。しかも何、再現 VTR とかじゃないですか、本コアとかだと。本当にあった映像じゃなくて再現されたさ映像だからやっぱ怖くないのかな。パパね、めっちゃなんかね、あ、これは、あ、これはなんかこれはちょっと本物っぽいなみたいな感じ。これはもう絶対嘘だみたいな感じですね。もうめっちゃ本当かをめっちゃ見極めてる感じの人です。パパね、本当に怖がりじゃないな。めっちゃ、うん。パパね、多分全然怖い番組見てもね怖いっていう感情にならないと思いますね、パパは。パパが評論家でくさ。パパはね、パパね、そうですね。だるまありがとうございます。おはよう。なんかでもさ霊感のある人はさなんか普通そう、なんか慣れすぎてさ普通そうですよね。知らんけど見たことある人はどう見えるかわかるじゃないですか。だからこれがさ、これが本物か偽物かみたいな。例になれるって冷静に考えてやばい。確かに。全然わかんない、ひなは。全然わからないけど。パパは今は全くわからん。なんかママもパパもすごい20歳がピークだったらしくて、20歳がピークだったらすっごいピークだったって。でももうわかんないって言ってます。ピーちゃんの家に霊いない。いません。いないな。犬いるし、まず犬がいる時点でね霊いないです。ピークとかあるらしい。なんか20歳が一番よく見える時期ってね。子供の頃は小さな川から人玉が出てくるの見たことある。うわー、怖い。そう、なんかさママとかパパのさそういう体験聞くとさ、なんかすごいなって思う。どういう風に見えてるんだろうっていう
もう本当にとことんママとパパの遺伝子がないんだなって思います。なんかなんだっけそういうの、おばあちゃんに似る遺伝子、一つ飛んで遺伝子が似るみたいなさ、核なんちゃら遺伝みたいな、それなんだなって思います。あ、そう、覚醒遺伝、あの一つ飛んで遺伝子が似るみたいな、ママにもパパにもとことん似なかったなって思う。そういう二人のさ出来事聞くと、本当に霊感ないから全く見たことない、全く。あ、やばいやばい、時間入ってるから、お願いしゃべりか、じゃーん。今日オンラインおしゃべり会が14時まで受付が行われています。ぜひ来てください。来てください。夜は19時から配信したいと思います。よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、バイバイ。見に来てくれてありがとう。おしゃべり会よろしくお願いします。バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、いってらっしゃい、またね、よろしくお願いします、バイバーイ、またね。